はい、というわけで田鶴翔吾慰安旅行最高でしたね。いや、いい日、いい一日でした。3文字で噛むやん。いや、もう温泉入ってる、ゆるゆるになってる、ゆるゆるになってるから。じゃあ改めてありがとう。はい、やばいな。いや、ほんまにもう寿司もうまかったしさ。間違いない。田鶴翔吾30歳を祝おう、うん、慰安旅行、うん、いかがでしたでしょうか。今だから言うけど、うん、宿に着いてプロ入るまではどっかで何か来るんじゃないかこの山の中なんかあるなとずっと思っていたんだけど、うん、こう風呂をはしごしたわけじゃない。はいはいはい。おおおおお。あの時に、あ、これないな、実感できた。そうだって、また後で入ったらええやんって言うかと思ったの。おう、また後で入ったらええやん、もう完全に取り返したから。まあこれからはね、だからこの慰安旅行を糧に、うん、今年30歳という年で、うん、まあ、いろんなロケに挑戦しつつ、はい、目指せ、まずは登録者1000人、はい、そして海外ロケに行けたらいいなと。いいなと。3人で頑張っていきましょうよ。そうですね。もうすぐチャズルチャンネルも開設1周年で、ヤスが来てから約半年、うん、今後の私たちに何が必要なんだろうと。なんか声振りたな、なんかいろいろ考えたんですよ。何ついこれはさ、うん、そうだね、じゃああとは飲んで寝るぞって言うのかなと思ったら、それは許されない。まだそこまで、まだ早いの。まだ早いの。ちょっと早いですね。我々に必要なものなんでしょう。必要なもの、そうですね、団結力ですね。言ってねえよ。団結してね、うん、やっていこうということで、今回のこの旅3人でメンバーで頑張っていこうと、うん、一個人田鶴翔吾としてもお祝いしようということで、うん、まあ、今回この旅行っていうのは個人としての2人からのプレゼントですと。そしたら、じゃあ田鶴チャンネルのメンバーとして田鶴翔吾にプレゼントできることないかと思いまして、今回ご利用してみます。マジ？まあ、ちょっと待っててください。我々が選んだのが、はい、こちらになります。こちらですね。わかりますか？アンダーカバーという。アンダーカバーはもうわかりますよ。もうこの旅行だけでお腹いっぱいやってんけど。探しましたね。探しました。探しました。これがね、人気だったんですよ。開けていいですか？はい。おい、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 Tシャツ。おお、かわいい。アナザーディメンション。別次元ってことで。そういうことです。この3人で別次元に進んでいこうと。いうことの第一歩。この T シャツを着ることで我々の団結力を測っていきましょう。いいね。じゃあちょっとここで一回来て来てもらいましょうか。そうですよ。じゃあここで、まあ、だから大泉洋丸旅行もう一人。そうだね。いいですね。いや、嬉しいね。びっくりだよ。いい、お、よろしいじゃないですか。オンサイズ、いいですね。素晴らしい。アナザーディメンション、マジで。いや、もちろんですよ。はい、ありがとうございます。いやこんなメッセージ付きの T シャツをもらったら、まあ、いろんなことにチャレンジしつつ、まあ、更新頻度も上げていきたいね。おお、大きく出た。更新頻度って言ったらもう、もうね、ピンの裏で、うん、だけど、まあ、やすもなんかこう改めてチャズルチャンネルに入って、うん、まあ、半年経とうというところで、うん、TikTok の方もいろいろ勉強してくれて、はい、これからまあいろいろ頑張っていこうと。ただ僕ら考えたんです、うん、パズル翔吾にその責任を負わせていいのかと。いや、我々はチャズルチャンネルですと。そうそう、一人にね、その結果どうだったと言いますですね。はいはいはい、私たち3人ともお揃いで T シャツを買いました。アナザーディメンション。アナザーディメンションです。明日の朝、うん、川床料理、うん、3人でこれを着てご飯を食べます。あ、最高ですね。しかもみんな色違いや。そう、ちゃんと3色用意してくれてたの。すごいね。ちょっと若干こう、うっって来てるね。嬉しい。いや、旅行もめちゃめちゃ嬉しかったし、改めてチームとして、はい、ちょっと一団結していこうっていう
うん、こう意志というか、うん、嬉しい限りですよ。なんかいざという時こういう時ね、いいコメント出てこないですね。本当に良かったと思った時のね、うん、言葉じゃないんですよ。出てこないよ。締めの一言よろしくお願いします。この動画が出てる頃はね、はい、もう30歳になってると思いますけども、今回のこの慰安旅行を経て、まあ、30歳、そしてチャジロチャンネルとしては1周年を迎える時に、見てる人が楽しくなるとか、まだこいつらバカやってんなとか思ってもらえるものをね、まあ、僕たちも全力で、作っていきますので、今後とも応援のほど、ご支援のほどよろしくお願いします。じゃあ次の絵は、うん、アンダーカバーの T シャツを着て朝ごはんを食べている映像に、うん、キュッ。それでは明日はこのお揃いのアナザーディメンションを着て、川床で美味しく食べるぞ。よし、いやー、いいね、ありがとうございます。